皆さんどうもこんにちは。唐揚げくんで一番好きな味はレッド。うぷ主のミーです。私はチーズ味が好きだ。マリサだぜ。私はガリガリくんが好き。霊夢だよ。ガリガリくんじゃなくて唐揚げくんの話してんだよ。ガリガリくんのコンポタージュとか食べたことないんだけど、あれって美味しいのかな？そりゃあもうまろやかでコクがあって冷たいはずなのにまるで本当にコンポタを飲んでいるかのような味だと思うよ。食べたことないけど。ないのかよ。よくそんな想像で語れたな。それでは今回も楽しくマリオメーカーをやっていきたいと思います。ゴールした後にマリオが消える？そんなことが本当にあるのか。これって一種の心霊現象なんじゃ。一見普通のコースに見えるよね。もうゴールしちゃうぜ。ここからが問題よ。ゴールするとクッパが消えるのは見慣れているけど、まさかマリオまで。次も同じ作者さんだぜ。恒例のクッパね。今回は一体どんなクッパ様に出会えるでしょうか。すごく滑らかなダンスね。俺様は一体何をしているんだ。まるで水中にいるかのような滑らかなダンス。自分が何してんのかわからなくなってたぞ。クッパはみんなにいつも笑顔を届けているんだよ。深い。深くはないだろ。マイマミヤ。うわぁ、クッパよりもとんでもないことになってる。マリオー。続いてのコースは初の謎解き。謎解きか、この見た目は大人、頭脳は子供に任せなさい。うぷ主には無理だ、諦めるぞ。謎解きといっても色々あるから、このコースが一体どんな謎解きをすればいいかよく観察するわよ。なんか霊夢が本当に探偵みたいだな。ふふふ、今頃気づいた。ちょっと霊夢ちゃん外れみたいだよ。気のせいよ、お前もうぷ主と一緒じゃねえか。これって上にいる敵の位置を覚えて、次の扉でその中の一体がどこにいたか当てるんだろ。あ、この場合はノコノコがどこにいたのか当てるんだね。まあ私は最初から気づいていたけどね。思いっきり落っこちてたじゃねえか。じゃあ次は霊夢が当ててみてよ。この敵は果たしてどこにいたかな。ここに決まってるじゃない。あ、ほら正解よ。編集の力ー。この名探偵霊夢ちゃんにかかれば解けない謎はないわよ。おお、頼もしい。名探偵次も頼みます。しょうがないわね。この敵は一体どこにいたか。か、簡単よ。すぐにわかるわ。ここよ、ここに決まってるわ。あ、編集の力ー。マリサ、私今日わかったことがある。霊夢は名探偵なんかじゃないって。お前マジで霊夢が名探偵だと思ってたのかよ。大丈夫、次は一発で当ててみせるよ。頼むよ霊夢、当ててくれ。しゃあ、3回も同じ手口使うやつがどこにいるかー。視聴者の皆さん、霊夢は名探偵なんかじゃなく、動画をうまいことカットする程度の能力を持っていました。能力でもなんでもねえよ。このコースはなんと新種のハリネズミを見られるみたいよ。一体どんなやつなのかな。あれ、見当たらねえぞ。うわ、出てきた。うわぁ、ハリの数半端ない。恐怖だぜ。ハリがワッサーって生えてるように見えるね。こんなハリで刺されたら一発であの世行きだぜ。ちょっといい、ものすごくうるさい。うるさいから代わりにライザップかけておくね。なんで代わりにライザップかけんだよ。あ、なんかこれだとトゲゾウが1ヶ月でこうなりましたって想像できるね。できねえよ、全く想像できねえよ。結果にコミットしてるだけあるわ。今まで見たことがないくらいのトゲの量だったぜ。次も同じ作者さんのコースだよ。圧縮バネを下に出したらどうなったの。うわぁ、ものすごい量のバネだぜ。この大量のバネが一体どうなるの。じゃあ、押すよ。うわぁ、一斉にマリオの方に流れてきた。ちょ、これ多すぎない。え、待ってやばいって。さすがのマリオさんでも大量のバネには。もうすぐ時間切れで一斉に流れ出すよ。どうなる。うわぁ、バネと一緒にゴールした。こんなゴールの仕方今まで見たことないよ。お次はこのコース、ブラックホール。何を吸い込むのかな。あー、クッパを吸い込むのね。解決早。ただ落ちてっただけのコースだったぜ。ちょっと待って、クッパが落ちたはずの地面に穴が開いてない。Pスイッチと協力してクッパを倒せって。そこまで言ってねえよ。どう協力するのかな。何から突っ込んだらいいのかわからないぜ。とりあえず踏んでみるしかないよ。ああ、一斉に崩れ落ちた。これうまく飛び乗ってゴールを目指すのか。なんだ、簡単じゃない。次は全部難しかったです。やっぱりな。よし、それならこの私に任せなさい。すげえ、霊夢が編集一切なしでクリアした。何言ってんのよマリサ。私はいつもノーカットでクリアし。今回は何やら怪奇現象が起こるコースが多い気がするね。冬にホラーはダメでしょ。うわ、レッテウの卵やばいぜ。レッテウー。次は慎重に行けよ。後ろで何が起こっているのかさっぱりわからないよ。これが怪奇現象なのか。いや、多分これじゃないよ。うわぁ、骸骨が動いてるみたいだぜ。
ひぃ、何か喋っているみたい。減った。腹、減った。カレー食べたい。知らねえよ。前にウプ主がクッパクラウンに乗って戦いたいって言ってたよね。え、まさか。お、クッパクラウンに乗ってクッパとバトルか。クッパさん大きさが違いませんかね。き、の、せ、だ。なわけあるかー。クッパのクラウンの方が大きさも大きいし、燃費もかなりいいよ。燃費は別に関係ないだろ。右上にあるブロックを壊してゴールを目指すんだけど、目の前の化け物がすごい邪魔してきて全然壊しに行けないよ。そういう戦いだろこれ。気持ち悪くなってきた。うわぁ、耐えろ。ついにやったぞ。ここから脱出するより先に、クッパを倒しちゃったよ。よくこの小さい火の玉で倒しきれたもんだぜ。それだけ必死だったってことだね。まさかクッパクラウン同士の戦いがこんなにも体に影響をきたすものだとは思いもしなかった。クラウン同士の戦いにはエチケット袋のご持参をおすすめします。普通は戦わねえだろ。お次はこのコース。全自動化。優雅に見ていられるね。全然優雅に見ていられない。ひぃ、なんだこれ地獄じゃねえか。帰ろう、もう帰ろう。これどうなってるの、道なんかないじゃない。でもこんなに複雑な経路を作れるってすごいな。複雑すぎて今自分がどこにいるのかわからないよ。あ、これもうゴールなんじゃない。あっという間にゴールしたぜ。こんなに恐ろしい全自動をやったことがないからびっくりだったよね。最後はクリア率 0.00% のこのコース。お前が作ったコースじゃねえか。いつもウプ主が作ったコースは私がサクッとクリアしちゃうからね。今回はそううまくいくかな。なんのこれ式。今回のコースは分岐点がいっぱいあるな。正解の道があるからそれを見つけてね。ここの扉が怪しいね。外れかー。今回は正解のコースはあえてお見せしないので、ぜひ皆さん実際にチャレンジしてみてくださいね。うわー、これまた見事なダンスね。クッパ親子の華麗なダンスを見るのもよし、ドッスンでスタンプするのもよしで、二度美味しい感じになってます。美味しくはねえだろ。こんなこともできます。なんでもありね。やったー、やっとクリアできた。今回のコースは結構手こずったな。次回の実況でネタバレをしますのでお楽しみに。はい、ということで今回もたくさんの変わったコースで遊んできました。今回初めて謎解きのコースをやってみたけど、また次回もぜひ挑戦してみたいね。カットなしでやれよな。それに不思議な現象のコースも面白かったよね。うんうん、そういうコース他にも遊んでみたいぜ。それでは皆さん、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。